はい、渡辺です。今回はアスルトライフル使ってやっていくんでね、銃剣も組み合わせてるんで、ちょっと銃剣も使っていくんでね、今回渡辺前のこのヤギ2のクラスで頑張ってみたいと思います。人数がちょっと少ないんだけどね、すぐ増えると思うけど、はい、やばいやばい、あれ？ああ、砲兵にしてるのか。こうやって10件、強いでしょ、これ。接近戦で。うまい。あ、5球やってる。9ペースいいね。悪くないでしょ、これ。ん？こういう B あたりはね、ドミネの B 付近あたりね、ライフル契約あった。ドミネの B 付近あたり、銃剣が強いよ、これ。うん。ね。ね。お、張ってくる、いいね。10件の人はよかったな。ん？死ね。ジ・エンドだ。負けてるな、これ。コンカッションも使った方がいいけどな、これ。間違えた。10キロ以上やってるから悪くはないよ。あのぐらいの距離だったら10件がいいよ、これ。あ、12、悪くはねえですか、これ。火炎放射効いてる。火炎放射オンライン。よしよし、バンバン燃やしてるわ、これ。これ1個、こう火炎放射器終わってるのか。あ、まだか。よっしゃ、連続攻撃。負けか、これ。圧勝されたな。はい、今回の成績は15キロ14です。プラス1、スコア1510でした。負けたね。うちはちょっと戦力不足だね。で、面白かったね。銃剣が結構決まって。師団砲兵のチャレンジもやってるんでね、これなんですけど、ちょっとお見せしよう。師団のこれ砲兵の75、あ、やった、ようやく75だ。レベル5に今上がったね。あと25キロやればいいんでね。これ銃剣チャージなんでね、銃剣チャージでキルしないとカウントされてね、いかないんでね。これ後でやるんでね、二等兵士でね。爆発物で結構、これ S マインが結構早いですよ、これ。師団派遣、今回歩兵なんだけど、師団派遣にしてね、やった方が早く終わりますよ、これ。チームデスマッチ、あと、まだまだですね、あと18キルか。これ始めたばっかりでね、エピックドロップ契約っていうやつね。これもまだまだなんだけど。ライフルで50キロ、司令官僚でサプライドロップ獲得です。ス
コアストリーク、火炎放射器、迫撃砲攻撃、連続攻撃。これ、強いね、やっぱり。これも、武器プレステージ4に回さないといけないんだけど。ちょっと、近接のチャレンジとかもあったんで。回してないんですよ、まだ。あと1キロだったな、これ、この出てくるまで。解除までね。引き続きやっていきますよ、これ。今回、渡辺前のこの、ヤギ2ヒロイック、国民突撃銃のクロスで、シップメント194の、チームデスマッチをプレイしてみました。あと、よろしければ、チャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。